自体はもう滑ってんだけどね。そう、なんかちょっとステージの作りがちょっと雑だったな。あ、なんだろうな、線ちょっと右下なんて書いてるかわかんないから気をつけてもらって確かに俺もセンターマンって呼びたかったんだけど綴り違うんだよ、これ誰、ね、しかもね、でもさ虫っぽいじゃん、うん、あ、そしたらさブラントマンステージかぶるじゃん。虫かこいつ、カブトムシ、メラクレスみたいな。あ、でもトマホーク行けって言われてる。トマホーク、トマホークマン、ね、いやでもこいつ歩き歩き歩きだよ、やばいぞこいつ。トマホークマンだってさ、こんなもう明らかに文明が劣ってるじゃん。まあ確かにねまあアメリカンスピリッツみたいな顔してるあ、下のやつこれケンタウロスなんだ。ケンタウロス、ケンタウロス、ケンタウロス、ケンタウマン、ケンタウマン、ああ親切だ、そんなやつ。こいつは意地になるよ、こいつ。こいつちょっと多分あんまちょっと痛いやつだから、しかもめっちゃいじってほしそうだから絶対にいじらん、そういうやつトマホークマンの方行こう。そうだね、トマホークマン行こうあ、もうやめてこう、やめてこう、やめてこう、あ、いじってほしそう来てくれるんですかみたいな顔してる。そうそう、あ、いいね、いいね、あ、いい、アメリカンスピリットじゃない本当に一生懸命っていうのが伝わってくるわ。うわ、いいステージ、ちょっち、なんなんなん、でっけ、いいステージだから。あー、びっくりした。あいつでもガンマのせい全然フィアじゃねえよな。うん、なんかキャラクターいいな。お、いいね。うわ、びっくりした。やっぱ西部開拓時代でもなんか好きなの。まあバックトゥザフューチャー3ね。そう、3が好きだから。でもなんかを見て好きってわけじゃないの。こいつしかいない。こいつバカすぎない。ちょっと近づいて下見てみればいいのに。バカだね。バシューンっていう音はいいけど、ちょっと俺それ聞こえてないから。なんこいつ、肉の魚だこいつ恥ずかしい。なんだこいつ、こいつの人生にはなりたくない。バイバイ。あー、やばい、めっちゃここ削れてるだろうな銀になってる、そこだけ電気取る。うわ気持ち悪い、気持ち悪い。メットールが、うわあ、でもメットール、あ、こっち来んのかい。もうメットール出てる、ね、なんだこいつ、なんだこいつ、うわ、怖、あ、こいつ倒さなきゃいけない。コアじゃん、コアじゃん、あの上のコアじゃん。そう、メットールガチャは多分ね、上だよ、あのガラスを壊すんだと思う。あ、なるほどね。ちょっと、え、届かないんじゃないですか。え、なになに、あ、でも、あ、でもなんかダメージを出してた。すごいな、すごいな。ロックマンがぶつかったら爆発すんじゃないよし、あ、こっからか。全然覚えてないな。覚えてない、覚えてないさっきは何だ一生懸命周りの人がやってるの。ゲームやるときによし頑張るぞとか覚えてない前に俺がやる。おぉ、見なかった見なかった。ね、そこにさ、その敵が来るっていうのも前のプレイスわかんないじゃん。いやいや、覚えてない。覚えてない。覚えてない。ちょっと保険を張ってるよ。なんかちょっとずるいんだよな。自分だけ今からやること全部保険だから。保険だから許してちょっと。ちょっとずるい。お、でもついてる、すごい。運に恵まれてる。やっぱこう。これそれもさっき俺見たよね。これはあれでも。ジャンプで行きましたっけ。こっち来た瞬間に行ってバンバン行くじゃん。そう、見えるじゃん。こっち折り返した瞬間に飛ばないとダメなの。あ、え、もう、ここくらい、え、もう一回行ってみたい。ここくらい、ここか、ここくらい、よし。え、え、そうじゃない。ちょっとなんなら死んだろうみたいなのあったでしょ。ね、なんかちょっともうもういいやってなって。そうそう。え、しかもここもなんか上を、うっせえな、なんかね、ね、誰に今、2対1だった。誰か味方いると思ったもう頭おかしくよっしゃよっしゃよっしゃ。でも、リクルシはやっぱり前の人のプレーを見てるからね。いけ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 、先達は荒間をしたことないよ。それは何だか分かんない。カエデが見てるんですよ。カエデ、え、何？いや、なんもないっす。カエデが見てる。いや、なんもない、なんもない、なんもないっす。どうしよう、カエデが見てる。なんもないっす。え？カエちゃん。あー、おしゃれ。うまいじゃん。いいね。それじゃん。そう。カエデが見てるぞで、なんで？なんもないっす。なんもない、なんもない、なんもない。ちょっとした。え？なんでなんで？なんもない、なんもない。ほらほらほら。おー、いたいたいた。ほら、ベッドオルガンチャ終了。
メット振り方だってメットしか出ないから。うわー、危ねえ。ここで一番出てきちゃいけないですよ。うわここで絶対出てきちゃいけない。殺しに来る。メットルが三段持ってくるって、俺エグゼしかやったことないからめっちゃ微妙だわ。あ、こいついいやつ。あ、こいついいやつ、いいやつ、いいやつ。なんだろう。イエーイ。サンキュー。サンキュー。すごい荒野だ。いい景色だ。絶対悪いやつ。太陽ついてくるんじゃねえか。うわっ。おお。ホラーマンマシン。あれでもこれラスボス近いんじゃない。近い近い。もうね、ここまで来たら。あ、これ回復ありますよ。チューおいい。元に戻るのやつだ。なんか敵がさ、存分に出てる。え、これどうだ、今俺のシャッフンだろ。誰かがね、読まなきゃ。そこにそ厳しい。うわほら、見てバカすぎ。このやっつけるぞ。尺取りで一応戻んだな。高谷の良くないところが存分に出てて最高のゲーム実況だな。俺が喋ってるからついてる。いやいやいや、同じコメントだったから。うわぁ、来た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 。こいつ来た。あ、メントルが上手くなっちゃう。あ、向こう側に曲がった方が確かにいいんだ。うわぁ、これちょっとタイムやばい。いけ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 。おぉ、サンキュー。いい傷薬。すげえいい。うわあいつがめっちゃ役立って。あいつ、え、乗れるのか。いや、今それは試すのやめようぜ。確かに、でも鬱陶しやすいな。いや、もうこいつ滑ってるから。ほら、もうバカやつ。食らってるじゃん。全然向上心ない。下あるよ。クソクソ、下別ルート、え、大丈夫。でもいけるんじゃないかね。まあ、今日はやろう。なんか別の何かがいる、アイテムが。そうそう、怖っ、あれ地味に。何か余裕っしょ。余裕じゃねえか。いや、意外に怖いよ。もう積んだわ、これ。積んじゃうじゃん、すぐ。あいつさ、ジャンプはめっちゃバカみたいに飛んでくるから結構距離詰めてもいいんだ。おー、いけたいけた。ほら、で、結構防御がね、弱い。うわっ、うわぁ、ドリルうわっ小学生みたいなのできた。めっちゃ恥ずかしい。あれでも見越し来た来た。あー、ボスじゃん。でもこれさ、いい感じでしょ。おえ、いい。でもこれでも、あと1機あるでしょ。だから、かまどよ、いったら。ここでは使わない。マックス状態でいい感じ、もう一個あった方が。なるほどなるほど。そうそう、ここで俺がそのミクロシンが人柱になる。そうそう。まあでもミクロシンこれでいっちゃってもいいから。じゃあいけたりいくけど、まあ、まず動きを見るっていう手で。ミクロシン、ミクロシン、このゲーム実況通して俺たちに何か伝えたいことある？そうだな、やっぱりこの実況、ゲーム実況をね、見てもらって、まあ、かまど高谷さん、ほんで今この応援してくれるコメントの人たちに、光ってやつにしてやれば来い。山田やべはないんじゃない。え、誰でしたっけ。あ、アメスピマン。おらららららら。あ、でもなんかおれいけるんじゃないですか、これ。え、こいついけるぞ、これ。顔ほら、え、つらいじゃないか。いけるいける。ミクロシンさんいける。あー、いや、これミクロシン万全の状態だったら多分勝ててると思う。いやいや、いけたいけたいけた。でも、まあ、ジャンプこれミクロシン万全。いや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 、責任かまどが言った方がいいんじゃない。じゃんけんか。じゃんけん勝ったやつでしょ。じゃんけん勝ったやつでしょ。そうですね。ねえ、よく何してんの。何してんの。気持ち悪い。何してんの。何してんの。急に気持ち悪い。怖い怖い、本当怖い。怖い。何してんの。画面ちょっとこっち行く。そうじゃん。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんグー。何何、え、寝てた。違う違う、二人でやるな、俺の。いや、三人でって言った。二人でやるな、俺。お前な。そう、いやいや、今二人でなんかね、なんかやめろ、かわいいな。やめろ、もう助かるな。最初はグー、じゃんけんぽい。
わーし、俺やりたくない。マジでこれ勝てるじゃん。いやマジで勝てるやつ。最初タグジャケン、おい。はい、じゃあ高谷。いやもう、いや絶対無理。いやさっきのミクロスのプレイヤーなんだから。ジャンプしたらスライディング、ちょっとスライディング練習してね、スライディングもよ。あ、そうそうそう、ジャンプしたらスライディング。なるほどなるほど。で、はい、体力がギリギリになったらスタートボタンで。スタートボタン、ここ、ね、あ、はい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 。で、イーカンを使う。イーカン、イーカン、はいはいはい。じゃあ行きますよ。大体のジャンプとあの連打ボタン、そうそうね、それでいけるから。はい、さっきのみこしのプレイ見てたら大丈夫。そう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 。じゃあ高谷さん、なんかこのゲームの実況なしでなんかみんなに伝えたいことない。ない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 。やばい、始まっちゃった。あー、もうダメだ。ダメだ。ゲゲゲゲゲ、撃て撃て撃て。ゲゲ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 。こいつミクロシンの言うことなんか。何してる、何してる。近い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 。落ち着いて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 。距離取って距離取って距離取って。いい方法だ。頑張ー。マジで下手くそじゃん。絶対見てる。もうやりたくない。俺らが一生懸命伝えたそうメッセージ何も聞いてくるのか聞いてくる。もう分かんない。もうやりたくないわ。あれ、みこしもいい時間だから、あ、ラストかな。そのこれも何回もね、ずっとやってるわけにしょうがないから。すすぎ、帰れ。信じて損した。お前じゃ無理だ、タカヤ。じゃあ最後、タカヤさんにロックマン6の最強のラスボス対マンのパスワード調べてもらって、それ入れて。あ、なるほどね。そう、最後はちょっとこれのラスボスのパスワードをちょっと調べてもらって。え、なんすか、パスワードってなんすか。そうなんですか。パスワードで言えばそこまでいけるから。これで、ね、どうやったらこれ抜けられるの。いや、もう無理。あそこでやんないといけない。いい感が残ってるね。あ、ほんとだ。クリアしたら面倒だったら戻れるんだけど、まあ、知らないといけないね。あ、なるほど。高橋さん、調べてる間はまあいいや、じゃあもうここクリアしちゃいます。じゃあちょっとですね、クリアしちゃいたいと思います。コミングルーカーもね、ガンガン。やっぱミクロシンのプレイ見てたら、ロックマンやっぱね、ああ俺の従来のプレイができなくなっちゃった。タクシー、かまどすげえうまかったよね。これ乗れるのかな。今やってる人見ちゃう。乗れるって何、こういうこと。俺らやな、違うね。ゴリラか。あ、じゃあこれはこれ結構体力ないから。うまい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 。おお、よし、いいね。6万6、ロックマン6パスワード。そうだね。いやでもやっぱロックマン、わーやばい。ここに絶対出てきちゃいけないやつがいる。そうだってなんか本当にこれだね。で、そういう、なんか、あ、順番にキャラを倒していくと、こう、なんか出るんですか。最強パスワード入れよう。だからまあ、ラスボスって前まで一足飛びできるってことでしょ。そうそう。今はこの8体のボスいるでしょ。こう、全部倒せた状態でのパスワードがあるから。で、その入力画面にはどうやっていったらいいの。いや、わかる。期待は煽るだけや、ほんとよ。他にもあるんですか、これ。まあ、だからなんかそのビートっていう、あの俺たちがやられたあのデカ犬の赤いバージョンがいたじゃん、オープニングで。あいつありバージョンとかもある。あいつがいると何が起きるのかすら知らんって。知らん。多分なんか尻尾がこうなってきるみたいな。来た来た、滑ってるやつ。イエーイ、すごいな、こいつ。あの足、ここに足乗っける。こいつは強い。こいつやばいね。滑ってるけど強い。調べればいいのかが。パスワードですね。パスワード。高橋さん狙ってパスワード。
あ、え、俺が選ぶ？さすがぞ。こいつ全然。でももうすぐよ。あいつ俺に恥かくじゃん。油？ちょっと危なかったろ。あんな。で、頭でんなった。いや、あんな全然よ。だってもうすぐ行けるんだ。もう行けるんだ。おいおい。ああ！もうどうすることもできないよ。ここが結構簡単なステージだな。パスワード入れるのあるよ。そう。あ、このなんか、あ、これこういうこと？うんうん。本当わからん。あ、ミスター X ステージのパスワード手に入れてんじゃん、だからさ。あ、うん、これを入力すればいいってこと。そうそう。その入力はどこ行ったらできるの？多分スタートだね。スタートボタン。セレクトどうしてんの？セレクト。セレクト。これで、うん。リスタート。あ、一回戻る。あ、そういう。リスタートできたじゃん。ゲームを終了する。ゲーム終了したらゲーム終了したんじゃない？これやばくないですか？さっきみたいに。大丈夫。うん、これ絶対。ほら、プレイ。なるほどね。ああ、最初から。これラストゲームよ。はい。ほら、今チンコになってるでしょ。今めっちゃチンコみたいになってるからさ。ロックがチンコに。で、はい、ああ、なるほど。D の6。D の6。6。はい。E の3、E の3、はい。E の6、E の6、はい。何個消えた？で、F の1、F の1、F の2、F の、これ？これ。これがエンド。これが最強の一番最後。おお！おお、かっけー。何これ？僕めっちゃニコニコ笑ってるよ。すごいな。なんか中途半端やりが手に入れてるよね。確かに。ちょっと皆さんこれスクリーンショット撮って、カマミクゲームうますぎってツイートしてください。捏造するんすか。いいね。おお。いよいよここまで来ました。あ、すごいな。何にも動きません。おお。え？なんか赤い村みてえだな。もう今からやるやつじゃね。六つの金貨みたいなやつ。どうぞスタートボタン押してみ。何スタートだ。俺はうわこれジェットロー、ポー、ジェットとポー、ポー、ポー、パワーじゃないの？ちょっと、何これ、何これ、え、あ、これ武器、なんかカオスロールぞ、カオスロール、あ、ほんとだ、マスカーする、マスカーする、何これ、何これ、これはボスの、ボスの武器、ほら、見て、何何どこを見る、その右の下、ほら、羽が生えてる、鼻とかもあるし、それ選んだら、ここのボタンで、なんかうわ、なんこいつ、うわ、仲間で、なになにこいつ、なにこいつ、あ、敵、いや、仲間、あ、俺がさっきやったやつ、そうそう、何してくれる、たぶん違うボタンで、違うボタンで攻撃してるんだ、なんもしてくんないよ、なんだこいつ、そうなの、 X とか、あ、ちょ、攻撃してみた、あ、本当だ、 L とか、あれで変えらんない、武器変えらんない、変えらんない、でもあれ、こいつ勝手に攻撃してくれる、すげえ、めっちゃ嬉しい、でそいつの要はゲージがあるから、うんうん、あの青いやつを取らないと、え、こいつ、そいつが、あ、こいつが眼中になるといけない、そいつが好きなやつ、こいつはギミックじゃない、ギミックだから攻撃はしてくんないの、おい助けてくれ鳥、ちょっと、あれ振り込めよ、振り込め、あ、来た、どう、よっしゃー、で、どうやっていくの、これこれジェットじゃない、ジェット？ジェットなんじゃない、おいおいおい、いったる、え、お、あ、お、お、お、うわ、ジェットロックマン、あー、なるほどね、なるほどね、いいね、うわジェットロックマン、はい、高橋さん、え、俺ジェットロックマンのまんまでいいじゃん、ジェットロックマンのまんまだったらどこでしたっけ、スタートスタートスタートどこでしたっけ、さっきまでやってたよ、いやいや、ボタンが、いや、この画面はわかんない、わかんないよ、ジェットジェットジェットねねねね、ジェットはわかるじゃないですか、え、ジェットどこ、いや、高橋さん、さっきやったよ、高橋さん、マジでやばい、いや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 
何にもね、あっ、おっ、ほら、でかい、でかい、うわぁ、じゃあ、ちょっと、そう、それも、それでいけるの、え、でも、待って、待って、え、これで、こう、あ、あ、はいはいはい、ジャンプ力が上がるんですね。ジャンプ力が上がるっていうか、え違う違う、いや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 、やってくださいって、やってくださいって、俺そこ行ったじゃん、普通に。はぁ、いや、でもやっぱ見苦しいんだ、パワーをやってみたいな、パワー、うん、お、ほら、こいつなんだ、うわぁ、パワーロックバーガー。あ、何これ、いや、それの方がいいわ。うわぁ、うわぁ、それ一番いいんじゃないですか。あ、必ずできるんじゃん。うわぁ、これ一番強いって。これガードブレック性能もあるんじゃない。なるほどね。で、これジェットロックマンしたいな、ちょっと俺。おいおい、お前、欲張りすぎ、おい。ロックパワー、パワーマンしたいな。お前、よくもやってくれたな。これ多分弱点があるんだよ。いや、それ多分、敵キャラじゃなくて、しょうがないんですよ。もう無視するのが。さっきのあの、鳥が、鳥がなかった。なんか、いけるんじゃない、こういうやつが。ほら、あ、相性があるんですよ。なるほどな。すごい元気ないロックマンになっちゃった。すげえ変態みたいな色だ。その後半に、あ、でも効いてる。ほら、ここでこれまさか、これこの犬に俺がドッキングして、おお、ジェットロックマン。かっこいい、いいね、これ確かにむずいわ、これいい、普通にあのはしごに乗るだけだ、いや、あの、これむずい、ジェット難しかった。ジェットロックはむずいって、せっかくジェットになったのに、ジェットの一番いらないっす。じゃあもうこれみんなこれがラストプレーよ、これラストプレー、うん、もうこれ以上ね時間かけてらんないし、確かに、じゃあ俺もう最初からもうマックスでいくかもしれない。いや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 ジェットロックマンはやばいって、パワーマンがいくわ、パワーが一番良かったです、パワーいい、パワーだった、よし、お、いいか、肩について、うん、パワーロックマン、パワーマンとかでいいと思う。それね、そう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 、で、そのまま動ける、しかも、なるほどね、うらん、あ、最強、うらん、いいね、いいね、うらん、気持ちいい、気持ちいい、それパワーロックマンでいけるんじゃない、パワーマンでいけるかもね、うらん、うおー、すげえ、これが一番ジャイアンやってることも、こいつはさすがに、わ、こいつはいけないね、あの広範囲のやつ、そうそう、ありますか、いろんなアイテムあるから、いろんなやつ使ってみたら、確かに竜巻とかは良さそうじゃん、竜巻、そう、あ、どうする、絶対これ大丈夫だもん、すげえ、急に白くなる、えっ、なんだろう、おしっこ立つの。全然ダメじゃん、それだね、俺がさっき使ったの、ちょっとフレイムブラスト、この辺じゃないか、何これ、おしっこ、ちょっとはー、ちょっとはー、これかな、矢印、矢印、うらっ、あっ、あー、でもこれタイミングさえ、結局あそこまでいかんからな、ほんとだ、まあ、結局ミコシンがやってたやつが一番正解なの、あれはフラッシュ、Cフラッシュ、これ、うん、あ、確かにフラッシュ強いな、確かに、おっ、めっちゃすげえじゃん、こんなんありかよ、何何、じゃあ行かさせていただきます、頼むぜ、いや、ほんとここでむずい、チュンっていうか、バッシリついて、うわジェネロックマン飽きてくるよ、なるほどね、飛んでいった方がいいのかもしれない、俺はこう行こうと思ったんだけど、おお、ゆっくり死んでいった、ジェットロックマン、ちょっと頼むよ、いや、もういいっすって、中谷さん、頼むぜ、パワー、パワー使いたかった、いや、なんだろう、まあまあまあいいか、パワーでいいか、パワーいいと思います、最初は、いいね、
ね、いいね、犬が肩について、パワーロックだ。タメができるってさっき言った。タメさ、タメして動けますし。タメができるってさっき言った。いや、じゃあタメが難しくないですか。いや、難しくない。で、近くにやっぱりしたら。あれ。タメ意外に難しいんです。いや、ちょっとこれ僕じゃあ僕変えます変えます変えます。ああ、まあ武器武器。それこそ。シーフラッシュは最強だ。鳥とかね。ラッシュじゃあ。人かもいいかもね。人がさっきそのね血を張ってたからね。ああ、なるほど。え、何だこの心持たない。違う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 。これ赤い村のショップでしか。風。お、いいねいいね。チッチッチッもう何え、フラッシュかフラッシュは最強だから、あそこ飛べるよ。いやでもまあそんな、限られたやつじゃないから。おー、壁に乗ってたやつ全員を破壊する。いいね、気持ちよすぎ。最高すぎないですか。最高。じゃこの画面内だからいけるでしょ、いける。あ、これは効かないんだ。これ何でしたっけ。実はね、はい、それだ。はい、それでした。それです。あ、なるほどね。 B アタッカー。あ、でも高谷さん、応援のコメントいっぱい来てる。ありがとうございます。帰れ、高谷。あ何もしないなら帰れ。してんだろうがいい。全部高谷のせい。な、ザッコカス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 。おい、おい、そういうのいけるのかな。だそうです。そんな終わり方だった。そうです。え、まだ倒してない。あ、そうか、シーフラッシュね。フレンズよ、エンドサイカーね。完璧よ。お、これは無理無理無理。こっから、ジェット以外ないんですか。ない、ない、絶対ない。まあ、ジェット以外なんか絶対ない。ブラントとか試してませんよ。ブラント誰も今意識してない。確かに。もしかしたらプラントかもしれないです、ここの正解。なるほどね。ふざけたな。違う違う、いやいや違う違う、え、高谷さん、違う違う、いやいや、これふざけたとかじゃない。ふざけたとかじゃないでしょ。やめようぜ。何してんすか。何してんの。いや、なんか赤コーラみたいな感じだったもん。いや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 、時間もないんですよ。ビート、ビート、いや、なんすか。じゃあジェット、ジェットじゃないです。ジェットでみんな同じ失敗してるんですよ。でもかまどだって惜しかったもんね。そうそうそう。あれシートがあるかな。操作ができてなかったってだけだ。どういうこと。ここで行かないとちょっとマジで、うん、ジェットロックマン。これかっこいいな。かっこいい。ジャンプしていけんだ。そうそう、ジャンプして長押しすれば普通にあそこまで届くから、右端までジャンプして、その後中押し。右端までジャンプ、助走つけたい。普通にジャンプした頂上で、そうそうそう、で、上のトゲに気をつけていくって感じです。こう、いけ。よし、行きますよ。いけ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 。そう。ええ、なんで押した。なんで押したの。押したん。だってジャンプした時にロックバスターです。おかしい。ロックバスター出たってことは。ジャンプ高谷さんの曲が最後に行った方がいいと思う。いや、そんなことない。マジで吉野さんしかいないでしょ。ちょっともう正直ここまで皆さんパッと申し訳ないけど、普通にミコシンこれ全クリできます。ちょっと申し訳ない。ミコシン、え、パワーロックマンとか言ってましたけど、実はミコシンこれ全部知ってます。確かに、なんかもう盛り上げないと面白くないですよ、初見の感じ出さないとダメだと思ったんだよね。そう、マジかよ。うまくできてたんだったらいいけど、なんかバレてるやつもいるかもしれない。ちょっと正直言えば、見直した時に恥ずかしいなってなるのもあれだから。おい、なんだ。あそこはやっぱりまだそういうのが残ってんのか。ここまでは、ここまでは。なんだっけ、フラッシュ、フラッシュ、シーフラッシュ。これもうめえぞ。なんであんな無駄遣いしたやつ。そうだよ。ほら、もうなくなっちゃったじゃん。まあ、でもいいからね、ミコシン、これでこれするから。これいける？いけるよ、ミコシン。これだって、本当にこんな積むようなところじゃないんだから、ミコシン。うん、ああ、いける。この実況を通して、俺たちに伝えたいこと。悔しいなぁ。バリカイジュ
それが悔しいな。カードと同じ目しちゃった。まあまあでもほぼ前に倒したようなもんだけど。そうそう。まあでも今日もこんぐらいなんでね。こんぐらいなんでね。うん、今週はこれできなかったですけど、うん、来週もしかしないかもしれない。もう今週は面白かった。まあでも一応ミクロシーン、うん、締めて。そうですね。それはまあちょっとコメントちょっと今日読めなかったですけど。あ、そうですね。ちょっとみんなでやってて余裕なくて、じゃあ最後にやっぱり読むかちょっとだけでも。そうですね。最後ちょっとじゃあどうでしたかね。まあ、写真食ってろ。あ、あ、マジでゴミすぎる。おい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 。ほぼ俺のことじゃん。高谷さん、僕は信じてる。信じて損したってこと。いやいやいや、でもね、結構夏の方が良かったっていう人もいるし、うん、まあ、なんかいろんなのもやってってね、たまにこういうの悪いかもしれない。まあでも今日は できなかったから。そもそもできなかった。なんでできなかったんだっけ。いや、だからまあそのプレステ4で、うん、まあ、音楽を拾うことがちょっと今ちょっと調子悪くできなかった。まあでも別にね、俺らのゲーム、その夏色ハイスクールってそんなね、音楽とかも関係ないですね。いや、まあそれも、でも無音になっちゃうのと、うん、こう、まあ、これはまあビビったりと思ったけども、加藤さんがアカウントやってて、はいはいはい、編集長ね、うん、そのアカウントでちょっとサインアウトしちゃって、まさに分かんなくなっちゃったってのはね、うん、それはまあ関係ないけど、ね、それは関係ないけど、まあまあよく分かんない。まあ、でも一旦ミクロシーンあのアーカイブ用に一旦閉めてもらって。そうですね。それでは、また来週もゲーム実況楽しみにしてください。アーカイブ一旦つっても来週って言うの。それでは、ゲーム実況をここまで見ていただいてありがとうございます。それではまた次の機会に。